はい、松江錦鯉センターさんの単調紅白でサイズが34センチお願いします。はい、こちらも満1歳ジャンボ搭載のメスです。全ての声撮影用にですね、少し餌を切っておりますので少し細身になってきてはおるんですけども、これからしっかり増体の餌を半分、そして色揚げの餌を半分、50%50%で与えてですね、しっかり大きくしていきたいと思います。1日の休止の回数は12回を予定しております。7月8月のですね、途中経過などでもですね、見ていただけると思います。そして、この単調、今回60本の中の単調1匹用意しました。非常に単の調ですので、入れてみました。同じコンテストをやると、単調は不利になるのかもしれませんが、それもですね、いいのかなと思います。今後途中経過の動画などでですね、この単調が必ず映ると思います。お預かりの場合はですね、発送させていただけた場合はですね、お預かりはできませんが、お預かりの場合はこの単調が分かると思いますので、8月9月とですね、この単調がどのようになっているのか、ご報告したいなと思っておりますので、ご購入していただいたお客様以外にもですね、この単調が大きくなっている、成長している姿が見ていただけると思いますので、楽しみにしていてください。で、動画の最中でですね、単調がどうなっているのかとかも、コメント言いたいなと思います。はい、単調なのでもちろん2番ピなどシミなどございませんね。はい、最後アップします。真っ赤なタン、しっかりとしたタンですね。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。